今女子で話してて提案なんだけど、うん、お部屋披露大会しませんか。ええ、うわあ、ダメダメダメ、ちょっとまま、ま、オールマイトだらけだ、オタク部屋だ、憧れなんで恥ずかしい、やべえ、なんか始まりやがった。でもちょっと楽しいぞこれ。くだらん。このキーホルダー、俺中学の時買ってたわ。男子ってこういうの好きなんね。出ていけ。お、剣だ、かっこいい。出ていけ。眩しい。 No, no、 眩しいじゃなくて、ま、ば、ゆ、思ってた通りだ。想定の範疇を出ない。楽しくなってきたぞ。あと2階の人は入れよ。すげえの見せてやんよ。3階行こう。入れよなあ。おお、普通だ、普通だ、すごい。これが普通ということなんだね。言うことないならいいんだよ。難しそうな本がずらっと。さすが院長。おかしなものなどないぞ。メガネクソ。何がおかしい。激しい訓練での破損を想定してたな。チャラい。手当たり次第って感じだな。よくね。ウサギいる、かわいい。ペットはずれーよ。そうだ、あざといわ。なんか競い始めてる。っていうかよ、釈然としね。ああ、奇遇だね。俺もしないんだ、釈然。そうだな、僕も。男子だけが言われっぱなしってのは変だよな。お部屋披露大会つったよな。なら当然女子の部屋も見て決めるべきじゃねえのか。誰がクラス1のインテリアセンスの持ち主か全員で決めるべきなんじゃねえの。